船が渚に着くと、おう、坊、利口だから頼まれてくれ。船揚げに力を貸してくれ、との相談があった。坊は心よく承諾して、おじさんはいらぬよ。俺一人で大丈夫だよ、と言って船尾の方に肩を入れて、さっさと担いで歩いた。おじさんは大助かりで走っていって船の台木を揃えた。ところが、なんという貧瘍さだ。担ぎながら船の中の大きなヤチャを取り出して砂に埋めた。それはまことに人間技とも思えぬ早技だった。坊はそ知らぬ顔して帰った。漁師の3人は魚の配分にかかった。ところがヤチャの大きなやつがいない。不思議だ。腑に落ちぬことだ。坊に取られる隙は全然なかったのだが、と船の敷板を外したりして探したのだがない。全く狐にでもつままれたよう、剣門にでもやられたかな、と諦めて三人の漁師は家路を指して帰った。それまでアダンの陰に隠れて目をキョロキョロさせて漁師たちの帰るのを待っていた坊は、腕前どうだと言わんばかりにニコニコして再び浜に降りて遊んだ。と今度は大勢の村の子たちがドヤドヤとやってきて相撲を始めた。坊は遠くでそれを羨ましそうに眺めていたが、やがてつかつかと近づいていった。子供たちは口々に、やんちの子、汚い、あっち行け、バカ野郎と罵って彼を追いやった。彼が動かないでいると手に砂をつかんで投げたり唾を引っ掛けたりしていじめた。たまりかねた彼は先頭にいた太刀の悪そうな一人の少年に力いっぱいのげんこつを飛ばした。少年は混沌した。一同は何をこんちくしょうと血相を変えて彼に迫り、散々に打ちのめした。彼は方法の体で逃げ出した。ところが逃げると見せかけて実は目的があったのである。海岸の道路と砂浜とを区切るアダン林の中から大きなアダンを引っこ抜いて縦横無尽に打ちかかった。アダンの葉の鋭い棘で叩かれてはいくらなんでもたまらない。顔のあたりを真っ赤に染めて泣いて逃げ出す者もいれば、ぶっ倒れてそのまま動かないのもあるというありさま。村の小川の陣容は全く崩れて裸のまま我先にと一目散にと逃げ出した。砂浜には彼らが脱ぎ捨てた草履や着物や帯などが置き去りにされてあった。坊はそれらを全部海に放り込んで波打ち際に腰を下ろして静かに沖を眺めつつ少年らしい勝利の喜びに浸った。ところがしばらくすると向こうの浜に通ずる道の入り口から大勢の人が棒など持ってドヤドヤとやってくるのが見えた。さっきの子供たちの父兄や村人たちが復旧に飛んできたのである。坊はいち早く砂に埋めてあったヤチャを取り出してそれを下げて海岸の岩礁や石ころだらけの道を伊達天走りで逃げ出した。人々は畜生逃がすなと血眼になって追跡したが、ヤチャを下げた坊の姿は彼らの視野にはなかった。人々は無念奮撃やる方なく歯ぎしりしながら家路を急いだ。言い忘れたが、あの時ヤチャを盗んだので、それから彼はヤチャ坊と呼ばれるようになったのである。ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたなら、チャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。